YouTube 全然更新できてなかった、ごめんなさい2月ね、めっちゃ時間あったんですよ。スケジュール的にはめっちゃ余裕あるスケジュールやったんですけど、1週間に3日休みの日とかあってゆっくり過ごしてたんですけど、なんか撮ろうと思ったら撮れたんやけど休んでました休むのも大事やなと思って。で3月入ってツアーが始まるので毎日リハーサルしてるっていう感じです。プロテイン飲みます毎朝最近さ、またプロテイン飲み始めてて朝の楽しみ